ターラント湾は、地中海、イオニア海の一部であり、イタリア半島の南方にある湾。イタリアのターラントに面していることから、この名がついた。主要都市は、ターラント、ガッディーポリ。三型折口に囲まれ、東は、サレント半島、西は、カラビリア半島であり、湾口は南南東に開けている。湾の大きさは、約1 4 0キロメートル四方となっている。 湾の開港部の東端はサンタマリアディレウカ岬。西端はチロマリーナの北にあるプンタリーチェである。西端はクロトーネの南東のコロンナ岬という説もある。湾岸は東から順にプーリア州、バジリカータ州、カラブリア州の3州に接する。湾に注ぐ河川の中ではバゼント川、シンニ、川、アグリ川が重要である。湾内にはケラーディ諸島がある。 湾岸は古代にマグナ・グライギアと呼ばれ、ギリシア人が多く居住した地域である。湾の北端付近にあるタレントムをはじめとして、沿岸にはクロトナス、ヘラルレ・アルカニア、トゥリオイ、シュバリスなど古代イギリシアの植民都市が造営された。1977年にイタリア政府はターラント湾の湾口に直線基線を設定し、この基線内は歴史的海域として、 了解とすること宣言した。しかし、これに対してはアメリカ合衆国やイギリスなどが抗議を行い、了解主張を認めていない。ありがとうございます。